ミシェル・コルネイユはフランスの画家である。同名の画家、版画家の息子、ミシェル・コルネイユとエル・アンシャンなどをつけて区別される。1648年に王立絵画彫刻アカデミーの創立時のメンバーの一人となった。オルレアンの商人の家に生まれた。1602年の5月30日に洗礼の記録がある。 筆頭級低画家になったシモン・ブルーエの弟子の一人になり、パリで働いた。パリでは、ウスタシュル、シュウールや、フランソワ・ペリエといった有名画家と友人になった。1636年に彫刻家、ジャック・サラザンの娘と結婚した。歴史画や宗教画を描き、多くの教会から装飾画の依頼を受けた。1648年に設立された。 王立絵画彫刻アカデミーの12人の創立会員の一人となり、1656年に校長に任じられた。同名の息子、ミシェルとジャンバティスト・コルネーユは画家となった。ありがとうございます。